大田天神山古墳墳丘場210メートルで東日本最大の前方公園墳。墳丘場が200メートルを超す古墳は、木内、木尾、毛野に限られる。毛野を含む古墳時代の主な勢力毛野は日本の古墳時代の地域、文化圏の一つ、群馬県と栃木県南部を合わせた地域を指すとされる。毛野地域の変遷北関東の群馬県と、 栃木県南部を合わせた領域を指す地域名称、または大和王県時代に同地域に築かれていたとされる勢力を指す名称である。辞書には、毛野の名称自体は使われていないが、上ミツケや下ツケ野の名称が見られ、これらは毛野が分かれた後のものと言われる。律令制施行後は、上ミツケは上野国に下ツケ野は那須を加えて下野国と定められた。 この過程で、毛の表記は省略されたが、毛の読みは残されている。現在でも、毛の,の名残は、高下、東毛、西毛、両毛という地域表現や、毛の側から転化した絹川の名称などに見られ、栃木県足利市には、地区名として名前が現存している。毛の地域の否定地である北関東では、古墳時代に数多くの古墳が築かれたことが知られる。 特に、群馬県内では、東日本最大の大田天神山古墳をはじめとして、墳丘町が80メートルを超す大型古墳が45基、総数では、約1万3000基もの古墳が築かれた。古墳時代の主な勢力には、木内の他に、毛の、尾張、美野、木々、出雲、筑紫、日向が挙げられるが、墳丘町200メートル以上の古墳が築かれたのは、木内、木々、 ケノの,のみであった。加えて、機内応母に、特有の長持ち形石棺の仕様が見られることにも、ケノの,の特筆性が指摘される。また、日本書紀には、スジン天皇御子の豊木入彦の命に始まる、上月野氏のの伝承が記されている。その中で、各人物は、対江戸、対朝鮮の軍事、外交に携わっており、ケノの皇族が、 大和王権に組み込まれた後も王権内で重要な役割を担っていたことが指摘されている。毛野の名称の由来には次のような小説が提唱されている。なお、上野名石市では和名称に見える下屋国川地群の衣川号がもともとは毛野号であったと推測して、毛野の地名起源を同地とする説を挙げる。毛野の読みは、毛野、または毛ぬとされる。 江戸時代以後の文献では、毛の、毛ぬと記す例が多いが、これは、当時の読みを伝える、万葉名において、つとむの読みに二節があったためである。すなわち、万葉集では、毛のの読みに、木、つとむ、木の、木や、家や、家、つとむの名が当てられており、うち、のは、の、のは、のの読みであるが、つとむには、ぬ、ノのの二通りがあるとされていた。しかしながら、 のである論証がなされ、万葉集の訓読においては、つとむは、のと読むのが一般的となっている。一方で、毛の川から転じたと考えられる、絹川、絹川、絹川はすべて、絹川と読まれているほか、金井沢秀は、噛みつけのの下さのに古くは火山と当てたり、万葉集でも、つとむは、元より、の、ぬの読みに当てる例もある。特に神名、人名において、 共通出身に、ふっつつと虫命を、おみまめ、八つがに、いみずつとむ命、ち、神つの命を、樹底に、うかと休道、くぬじかに、ひさしやつじかを当てるなど、つとむ、の、ぬと読む例は、数多い。現在の百科事典では、けのと、けのを平気する例も多い。きぬがわかわなは、けのがわの天下と言われ、けのの境界線に当たるとされる。けのの範囲は、一般には、 群馬県全域と栃木県南部と想定されている。これは、上付の国、下付の国の領域から、那須地域を除いた地域にあたる。那須地域は、後の下野国には含まれたが、毛野からは除かれて議論される場合が多い。日立国風土器には、新張郡、筑波郡、篠田郡上に、軍境として、毛野川の記載があり、これを木野川とその支流の古海側を指すとして、 ケノとナスとの境を表した名称とされる。一方、仙台球児本議、国造本議には、慶光天皇の時期に、ナス国造が設けられたと記されている。これは、忍徳天皇の時期に設けられたとも記す、下付の国造に先行することから、ナス国造の領域は、ケノに含まれなかったと解されている。そして後の両性国設置にあたり、下付のとナスは、 新しい、下付けの国としてまとめられたとされる。ただし、那須国像の存在を疑い、那須地域も含めて、下付けのであったとする考えもある。一方古墳の様相からは、埼玉県北西部、栃木県南部は、群馬県のものに類似しており、それら一体が同一文化圏にあったと見られている。また、筑波の西は、毛の川と連なり、下付のとも近接しており、 ケノは、ある時期には、那須地域の他にも日立国の新張、白壁、筑波の一帯を含む地域であった可能性が指摘されている。4世紀後半から5世紀初め、この地域の前方公園墳は、栃木県の小川、湯塚み一帯と茨城県の筑波、柿岡一帯に分布しており、茨城県石岡市の丸山古墳と、 栃木県那須郡中川町の那須八幡塚古墳は、墳丘の形や内部構造までが一致している。古事記、日本書記には、地域名称として、毛野の,の記載はなく、当初より、上付の、下付のとして記載されている。そのため同書からは、毛野の,の実態ひいては、毛野と山東県の関係は明らかではない。一方、仙台旧字本里、国造本里には、毛野国が、 神津家の国と下津家の国に分かれたとの記述があり、これをもって、家の国という大国を想定し、それが強大なため分割されたという議論がなされていた。しかしながら、家の国の記述は、史書の中でこの記載のみであること、仙台球児本義自体が、後世の殉職が多いとされていること、古事記、日本書記には分割されたケースとして、畜紫奇微の名があるのに、家の,の名がないことなどから、 その想定を否定する意見も強い。毛野は単に未開の欲やという程度の一般名称であるという指摘もある。また政治的勢力の故障としては、毛野の内部の各地域ごとに一定の政治的まとまりが見られることから、毛野地域の主張を連合政権として、毛野政権という表現を使う場合がある。考古資料では古墳時代前期には、 東海地方由来の前方後方墳が多く築かれた、他、同地方由来の S 字亀と呼ばれる土器も多く出土しており、機内に対する独自性が見る説がある。一方この墳球形式について、墳球規模がどの地域においても前方後円墳が前方後方墳を上回ること、東国においても前方後円墳と前方後方墳が並存していること、 前方後円墳だけでなく、前方後方墳でも、最大規模のものは、機内に存在すること、副葬品に、前方後円墳と前方後方墳に差がないことを挙げて、機内と東国の対立を知りけ、前方後円墳と前方後方墳の違いは、市町層の政治的なランク付けの反映であるとする、説もある。いずれの説にしても、その後の墳球形式は、 前方公園墳に移行された。また、東日本最大の大田天神山古墳は、築造当時では、全国約5位の規模であり、同古墳や、お富士山古墳の石棺には、紀内王者特有の長持ち形石棺が用いられた。そこには、紀内の石膏の存在が明らかであり、それらをもって、紀内と家野の,の豪族との同盟関係が、想定されている。また、 この毛野政権に加えて、紀内政権、日美政権などから構成された、連合政権が大和王権である、という重層的な王権の実態が提唱されている。一方、日美や毛野を独立した政権とすることは根拠貧弱であり、祭祀や氏族の警府的、関係、四世紀代の王権の活動からも、仙台球児本義などの文献通りか見つけの国像、 下月の国像や君小べ、毛の物部君を想定するべきであるという批判も唱えられている。なお、古くは、儀式和人伝に見える、久那国を、毛の国にあてる説もあった。久那国とは、山大国の東にあり長年争ったという国である。しかしながら、遺跡調査から、山大国の時代にはまだ、毛の地域の平野部の開拓はなされていなかったことが、判明した。そのため、 近年では、クナとケノは全く別のものと考えられるようになっている。ケノ地域は、後に渡らせ川を境として、上付の、下付のに分かれたという。この、上、下は、カズサ国、下ウサ国同様、一国を上下に分けたものであるが、古史、備え、豊か、地区、声のように、前後に分けた国との命名の違いは明らかでない。この上付の、 下付の和の地に両政国と定められた。後、713年頃に諸地名を工事二次と改めるという一環で、両国は上野国と下野国と解消した。この際、毛の字は消えたものの毛の読みを残している。これに関して国造本理によれば、仁徳天皇の時代に上付の下付のに分かれ、それぞれ上付の国造を。 下付けの国像が支配したという。ただし、古事記日本書紀には、当初より、上付けの、下付けのと記されており、この伝承の記載はない。加えて、仙台旧児本義は、後世の殉職が多いため、この記述には、会議的な見解も強い。一方、近年では、考古資料による考察から上付けの、下付けのの呼び分けの時期を5世紀末から6世紀初頭と、 する説が支持されている。この頃に、栃木県域では、新興勢力として、マリシテンツカ古墳、ビワズカ古墳をはじめとした大型古墳が、重い川流域に出現した。そのことからこの、新興勢力の領域を、下付けのと呼び、旧来の毛のを、上付けのと呼び分けたとする説もある。なお、毛の分割を示唆する伝承として、日光山演技の新先端が知られる。 これは、日光南大山、赤木山に関する伝説で、戦場が原において、南大山の神と赤木山の神がそれぞれ、オロチと大ムカデになって戦い、南大山の神が勝利を収めたという。以上から、ケノが分割されるにあたって激しい領地争いがあったとする説のほか、日光山川の助けについた、鹿島の神は、機内政権を象徴するとし、 機内から何らかの影響が及ぼされたとする説がある。前述のように、古事記、日本書紀には、毛野の,の名称自体の記載はない。代わりに毛野含め関東諸地域は、東国の名で記載される。日立国風土記には、足柄峠伊藤は、我が姫とみなされたこと、その分割が、高徳天皇の時代に行われたことが記載されている。この認識は、 日本初期大化2年の東国国史に対する見事のりの内容や、家の出身諸氏族に対する東国六原村の表現にも見られる。これらをもって、関東地方は古くは、東国として一つのまとまりを持っており、律令国家形成の過程で八つに分割されたと指摘される。また、古事記では、天国家の中では国を、天根、東、恵比寿の三層構造と表現しており、 東国は王権とも加害とも異なる性格を持っていたとも指摘される。日本書期は、東国の経営について、四道将軍、豊木入彦の命、大和武五所別王の核伝承を載せる。四、道将軍は、主人天皇十年に、北陸、東海、西道丹波の四方面に四人の将軍が派遣されたという伝承である。四人のうち王彦命は、 北陸道方面、部、低川別名は、東海道方面に派遣され、二人は合図で合流したという。この過程において、毛の地域を含む東山道方面については、記載がなく、空白となっている。記載自体が、伝承性の強いものであるが、考古資料と照らし合わせると、この時点では毛のは、未開の地であったと考えられている。 ついで、スジン天皇48年、スジン天皇御子の豊木入彦の命が、東国経営を命じられたという。豊木入彦の命の復帰として、上付の君、下付の君の祖と記しており、その後も命の子孫が毛野に深く関係している。このことから、山東県はが四、道将軍の時には、未開の地であった毛野の経営に着手したと解釈される。ただし、 豊吉入彦の命とその孫、彦京島王の時点までは、家の後に入っていないと見られる。慶光天皇の時代には、竹内すくねが、北陸、東国に派遣されて、地形、民情を調査し、翌々年に帰還した。そして慶光天皇40年に東国が不穏となり、江戸が反乱を起こすにあたって、慶光天皇巫女の山和武が、東国討伐に派遣された。 その統制ルートでは、依然、家の地域は外されている。山と岳の遠征は、家の地域の本格的な経営に先立つ事業であったと、みなす考えもある。その後、慶光天皇55年に、彦京島王が、東山道15国と特に認じられたが、途中で没したため後処別王が、東国に赴いて、前世を敷き、絵像を打ったという。これをもって、後処別王が、 実質的な毛の経営の祖と考えられる。以上のように、毛の地域は、大和王権による、東国経営の後半期に進められたとされる。加えて、東海道は、政党、機関型の派遣であるのに対し東山道は、地政、移住型であるとする説がある。そして五所別王の後は、大朝鮮、大イエゾの軍事、外交に携わった噛みつけの資格人物の活躍が、 記述される。また、冒険の君子部や下付の国像につながると見られる。上付の田道は朝鮮での活動だけでなく、現在の宮城県まで進出し、雷神山古墳に埋葬されたと見る説もある。大会後には、家の出身の氏族として、東国六原村と呼ばれる、上付の氏下付の氏大野氏池田氏助味氏車持氏ら六氏が、 朝廷の中級貴族として活躍を見せた。日本初期には、安漢天皇元年に起きたとされる武蔵国作りの笠原氏の内紛において、噛みつの氏の関与が記されている。この欄の中で、笠原海は朝廷に援助を、小根は噛みつの小熊に援助を求め、最終的に海が勝利した。噛みつの小熊含め噛みつの氏は、 噛みつけの国像であったと推測されており、古くから定説として、お宮やと王権体、少々噛みつけのという対立の構造が提唱されてきた。この中で、小根の廃止と共に、噛みつけの地域内に、緑や宮家が設けられ、その勢力が大きくそがれたと推測されている。ただし、噛みつけの小熊が、助けの求めに応じたかは明らかでないこと、小熊は、 処罰を受けておらずむしろ小熊以降に、噛みつきの死の繁栄が見られること、緑や宮家が事件に関わるという証拠がないことなどから反論もある。広告資料においては、5世紀後半に噛みつきのの古墳が小型化する一方、武蔵の埼玉古墳群が成長するという傾向が見られる。栃木市の藤岡貝塚は、縄文時代前期の貝塚で、 現在の東京湾から7 0トル内陸で発見されている。縄文番記には関東地方をはじめとして狩猟が活発化し、紀流市の千毛谷遺跡では、石属が先端位で出土し、海塚ではないにもかかわらず、重骨も検出されている。特にイノシシの骨は主に幼少の個体が検出されている。群馬県あず郡東アガツ城のゴ原遺跡では、 土偶が浅く掘った小さな穴に横たえられ、瓦石などで囲まれ、その上に二石を伴った状態で検出されており、人間の埋葬形態を模したものと推察されている。弥生時代の日本列島では、各地で独自の紛糾墓が築かれ、地域色豊かな様相を示した。三世紀になると、近畿地方において、巻向遺跡に象徴される勢力が頭角を表し、 三世紀後半には、橋中山古墳に代表される、大型前方公園墳が現れて、古墳時代に入った。こうした中で、家の地域では、弥生時代中期から、後期前半は、北下、西毛の八系の地域において、辰巳町式時文化圏が形成されていた。代わって三世紀代には、村式時が広がったが、その文化圏も西毛地域から北家地域で、 形成するにとどまった。弥生時代の集落高崎市の日高遺跡は、弥生時代後期の農業村落で、春名山陸の戦場地上の幅20から30メートルの党を利用して水田が作られており、その水田から飛行1から2メートルの大地に集落が営まれていた。東日本では、静岡市のトロ遺跡に続いて発見された水田跡で、 約6000平方メートルの区域で40数枚の水田が検出されている。地表面から約1.5メートル下層に、あぜや水口、水尻などの水田施設が、浅間山軽石層に覆われて埋没していた。各水田跡は、約60から180平方メートル、あぜは幅1.0から1.2メートルで、野との地形に沿って蛇行し、中央には水路が貫通している。 高度中に、ブチ鉄、マンガンが認められないため、湿電に近く、排水を主体とする水路であったと見られている。アゼは、水口と水尻をはじめとして、雑木の幹や小枝を入れて補強されていた。水田を小走りに走った足跡が多く残されており、群馬県警監視機課の応援により、足型の調査や弥生人の心理分析も行われた。静岡県のトロ遺跡。 山木遺跡と同様の高床倉庫や建築材も検出されており、一本の丸太を削った高床倉庫用のはしごや田ネも使用されていた。スキク桑など多くの木製農具、蝶菜の柄、丸木弓、木製容器、石属、太型ハマグリ馬石符なども出土。また炭化米、麦、瓜、リ、氷炭、桃、クルミ、栗、どんぐりなどのほか、鹿の骨、 昆虫の羽なども検出され、埋没した季節の推定や自然環境の復元の手がかりとなっている。畑作遺構は検出が難しいとされるが、弥生時代後期末の高崎首相や議遺跡では、集落から水田に向かう約300平方メートルに世錠の遺構が見つかっている。東日本の方慶集公墓では、単数埋葬が、 圧倒的に多く副葬品は少ないが、渋川市有馬遺跡の弥生後期の法茎修行本群では、例外的に多数埋葬が行われている。溝の中に、損式のこん土器が多数置かれ、低い墳丘から、つぶて床木幹墓と呼ばれる特殊な埋葬例が4、5基ずつ見つかった。また、木幹中央部からは、鉄製探検などの副葬品が出土している。 弥生時代の出土品弥生時代中期に現れた、最層墓は死後埋葬した人を一定年月の間に発掘して骨を集め、改めて大型の壺や鉢に納骨して土壕に埋葬する方式で、仙骨葬とも呼ばれる。佐野市の伊ずる原遺跡の最層墓では、37の墓庫から100以上の大きな壺形からけが出土し、壺から人骨兵やに割られた玉が、 検出されている。また、茨城県筑生市の女型遺跡や日立大宮市の小野天神前遺跡の最層墓と同様に、長く密坊の公園部外面に人面をつけた人面土器も出土している。弥生時代後期の小山市の多井遺跡からは、最小の小銅宅が検出されている。前期古墳時代には、山東県の兄弟化が進んだ。 中国の史書には3世紀中頃から5世紀代まで、記載がなく、謎の4世紀と呼ばれる時期において、王権は、鉄器や農工具を持って列島に展開した。東国では、千葉県市原市の新門古墳群中の三角五号墳や、姉崎古墳群中の姉崎天神山古墳、合図の合図大塚山古墳に見られるように、紀内由来の前方公園墳が、東海道側を経由して、 東北へと展開した。八幡山古墳東日本最大の前方後方墳。家の地域では4世紀代に入ると突如として空白の平野部に古墳が築造されるようになった。その分布には高崎市、前橋市周辺と大田市周辺の2つの中心地域が認められるほか、その展開の特徴として前方後方墳であることが挙げられる。 特に、八幡山古墳は、墳球町130メートルに及び、前方後方墳では、全国4位の大きさである。石田川式時群馬県立歴史博物館展示。こうした様相は、古墳周辺から出土する土器、石田川式時にも現れている。この土器は、公園部が S 字になっている、S 字画で、その他の特徴からも東海地方の影響を強く受けた、ものとされる。 このような石田川式時文化圏の形成には、同地方からの組織的かつ大規模な移住があったものと見られ、こうした人々により、未開の平信部が開拓されていったと見られている。4世紀中央以降、古墳の墳系は前方公園墳へと移り、前橋市には前橋天神山古墳が築かれた。この古墳は古式古墳で、 墳級町129メートルの前方公園墳である。年度各からは、同教五面、壁玉製防水車、同族、祖関等大東などの刀剣、鉄製工具、農具、漁具、櫛などが検出されている。機内における古式古墳は、三輪山山六地帯に集中しているが、前橋天神山古墳は、公園部墳町に、 そこに穴を開けた弾きの壺が巡らされている点などで、三輪山山六の桜井茶臼山古墳と共通点があり、副葬品や紛糾の形態、再使用式が三輪山六から直接、毛野に伝わったと推測されている。これは、噛みつけの死の祖が、東国統治のために、毛野に赴いたという伝承とも一致しており、御所別名のナヤヘビにまつわる伝承からも噛みつけの死と、 三輪の市が同族であったとみられる。また1985年には、奈良県天理市の石上神宮金属地から七、死島などとともに検出された塚頭が、高崎市倉賀の出土の単王鳥り関東大塔の近藤製塚頭と同じ型で作られていることが明らかにされ、大和朝廷とケの,の密接な結びつきを示すものとなっている。さらに前橋天神山古墳の形状は、 山梨県笛吹市や津城町岡能化町静岡古墳、福島県藍津若松市の藍津大塚山古墳とも類似しており、これらの分布は大和朝廷の勢力が4世紀後半の段階で中部、関東を経て東北南部にいたり、朝廷と地方勢力が密接な関係にあったことを示している。同様に、大田市周辺にも前方後円墳が築かれるようになり、前橋、 高崎、大田の二大勢力は前方後方噴時期に引き続いて並存した。このような前方後円噴の展開の要因には、機内との結びつきの強化があると見られ、それを背景として主張が連合式の,の地域政権が強化されていったと見られる。前期の出土品高崎市の小野の領域の古噴時代諸島の水田面からは、鶏の肉貝が出土している。 これは祭祀に使われた絵であったと考えられている。中期上付野における古墳の大規模化が持ち形石棺後世紀に入ると古墳の大型化が進み、浅間山古墳や別所茶臼山古墳が築かれた。別所茶臼山古墳は先行する長静塚古墳を伴っている。これらの豪族は後世紀初めの和の御王の登場と共に その思想を助けて兄弟化したと考えられている。そして5世紀中頃に東日本最大の大田天神山古墳が築かれた。同古墳は同時期の噛み付けのの古墳中では群を抜いており、大田の勢力が前橋、高崎の勢力を飲み込む形で発展したことを物語っている。坂東西部では東京都港区の芝丸山古墳の他に結出した。 古墳はなく、毛野の,の豪族がこの地域で強大な存在であったことを示している。なお、大田天神山古墳は全国では26位であるが、築造当時では全国約5位に位置づけられる。また、同古墳や、お富士山古墳の石棺には長持ち形石棺が用いられており、機内の石膏による築造が明らかである。この長持ち形石棺は、 ひなよ者特有のもので、関東での使用例は、現在のところ4例しか知られていない。こうした様相から、家の地域が大きな地域連合体に発展したことが示唆されると、共に、大田天神山古墳の被葬者は、山東県から地位を保障されていたと推測される。このように、大田天神山古墳で、大型化の最盛期を迎えた古墳文化であるが、以後大田市付近には、 大型の古墳は見られなくなる。代わって、噛み付けの全域において、大型古墳が林立するようになる。一方、これらの噛み付けのにおける古墳の質、量における充実に対して、下付けのでは、古墳の数は極端に減少した。5世紀後半になると、大田天神山古墳のような突出した古墳は、気づかれなくなり、前方後円墳のなかった地域にも100メートル級の、 古墳が築かれるようになった。大きくは、大田、前橋、高崎、藤岡地区に集中し、領域ごとに象徴が見られる。これら各地に豪族が拡挙していたと見られるほか、古墳が交互に造営されたことから、各豪族が交互に噛みつけのの主張の座についたと見られている。また、朝鮮半島由来の副葬品や多様な人物、動物埴庭など、古墳文化の さらなる高まりも見られる。五世紀後半に至っても多くの前方後円墳が築かれた噛み付けのは得意的で、それ以外の地域では前方後円墳の数は大きく減少している。この減少の背景には、他地域が王権上の従属度を増して、円墳を作るようになったことにある。実際に、大和王権の中央集権化は強まりを見せ、勢力の拡大は、 東海山古墳湿土鉄拳や枝田船山古墳、湿土鉄塔の大王名にも見られる。このような状況でも噛みつけ野には前方後円墳が築かれ続けたことから、王権が噛みつけ野に強い関心を持っていたと考えられている。噛みつけ野の主な古墳中期の出土品群馬県沢郡、玉村町の下郷遺跡には、清令市46と呼ばれる4世紀末から5世紀、 初頭の前方後円墳があり、その墳丘裾から出土した、円筒埴庭には、顔面装飾を表現した、仙国人面画が認められた。香川県全通寺市の専有遺跡では、外跡に人面画が戦刻された弥生後期の古式石棺が、出土している。この石棺の人面画は丸顔で、目の下から方へこから7条の線が平行して描かれ、目の上から、 側頭部にかけては2、3条、目尻から耳へも数本の線が引かれている。これは、愛知県安城市の亀塚遺跡や岡山県宗社市の一層遺跡から発掘された土器にも見られ、顔に入れ墨をした、弥生人を表現したものとされている。下郷遺跡の人面画は、千有遺跡、亀塚遺跡の人面画から顔の輪郭を表す線を、覗いただけで非常によく似ている。 下郷遺跡の円筒埴輪は噴球を周辺から区画するために並べられており、これらの人面は悪霊などの侵入を防ぐ目的があったとされる。5世紀前半の藤岡市の白石東家山古墳からは、長方形、または台形の大きな川板を閉じ合わせた草刷りをつけた後継の継承埴輪が出土している。また白石東家山古墳では、 東西二つの粘土角に男女が埋葬されている。西角では首飾りの玉が散乱した状態で出土しており、後藤森一は出土状態から埋葬の際に恋に玉の王を切り離したものと指摘している。この風習は熊本県宇都市の向井の田古墳などでも見られ、いずれも女性の埋葬時に確認されている。カツを有する家型派には赤堀茶臼山古墳出土。 東京国立博物館展示。伊勢崎市の赤堀茶臼山古墳では8棟の家型埴輪が検出された。これらは形態、大きさ、屋根の押しえんや柱の表現から2つのグループに分けられ、一方は、切り妻作りの屋根のある大型平屋で、おしえや柱を粘土体で立体的に造形している。最も大きな棟には6つのカツオキがあり、これが聖殿と見られる。 もう一方は全体に、小型の霧妻屋根の平屋や、高床倉庫、寄せ棟屋根の高床建物で、柱や、お支援、板壁の表現は、宣告による。これらの家型埴庭は中央にとども、その左右に、脇殿、背後に倉庫が配列されていた。後期ほど多古墳群の八万塚古墳六世紀前後の、万東西部では、東部以上に大きな古墳が作られ続けた。 噛みつけ野では、前橋市の中、双子古墳、高崎市の岩花双子山古墳、八幡塚古墳、藤岡市の七腰山古墳、下野では、小山市のマリシュ塚古墳、琵琶塚古墳などがある。100メートル長の大型古墳を作った豪族を中心として、毛野では、噛みつけ野市、下野市が、木ビや出雲のような同族体制を作り上げていたと見る、説がある。 100メートルを超える後期前方後円墳は近畿西では岩戸山古墳、禅蔵塚古墳、コウモリ塚古墳の3基が見られるだけである。東北、特に関東地方の後期大型前方後円墳ははるかに多い。6世紀全体では100メートルを超える前方後円墳は機内全域で16基、大和では9基、上みけのでも同じく9基あり。 60メートル以上のものはマトの18基に対し、噛みつけのでは89基見つかっている。噛みつけのにおける皇居中型前方後円墳の多くは約20の古墳群を形成しており、各市町の支配領域は後の立領時代の群域より狭い。6世紀の噛みつけの各地の市町の古墳群には、前橋市の朝倉古墳群や高崎市の倉賀の、 佐野古墳群のように前、中期以来のものもあるが、後期になって、古墳群を形成し始めるものの前方後円墳には、中期の大田天神山古墳のように、大規模なものはなく、藤岡市の白石古墳群を構成する5世紀末から6世紀初頭の七腰山古墳に次ぐ、墳丘長を持つのは、小戸田古墳群の5世紀末のあたご塚古墳である。 ほどた古墳群はサンツテラアイ遺跡の1 5トル北に広がり、サンツテラアイ遺跡と最も時期が近い6世紀、初頭から前半の八万塚古墳が1 0 2ル、6世紀前半から中央の薬室化古墳が約9 0ルである。前橋市の大室古墳群では、6世紀前半の前、双子古墳が9 2ル、6世紀中央の中、 双子古墳が100メートル、6世紀後半の後、双子古墳が76メートルであり、主張母の大きさは、同一古墳群の中でも世代によって異なる。文献では、噛み付けの国像が存在するが、考古学的には6世紀代の噛み付けのでは、噛み付けの全域を支配する人物は存在せず、噛み付けの各地で墳墓を営んだ主張たちは、友として、大和王権の中枢にあった、 特定の紀内豪族と結ばれ、東国の民衆は、米の民として、大和王権を支えていたと考えられている。文献資料においても噛み付けの国像のほか、半屋田部エンや車持ち君、物ノノ君など多くの毛の指導族が存在していたと、される。八万塚古墳は、墳丘の中段と裾部に二列、集合の中島の裾部に一列、 外包みに2列の円筒埴輪列を巡らしている。その外包み前方に、円筒埴輪列に囲まれた4.5メートル、10.5メートルの区画があり、そこには多数の人物、動物埴輪が整然と置かれていた。水野正義は、この配列は大和王喧嘩で形成された友生と同じ、統治形式がほぼ同時期の東国の豪族にも見られたことを示すものと指摘しており、 この統治形式は、埴輪の配列で表現される以前から東北に存在していたとも考えられる。下付のにおける古墳の大規模化、マリシテンツカ古墳ビワズ古墳古墳時代中期に、上付ので古墳が大型化した一方、下付のでは古墳の数は減少していた。しかし6世紀前半に入り、重い川流域において、マリシテンツカ古墳、 ビワズカ古墳という信仰勢力による大型前方、公園墳2期が築かれた。ビワズカ古墳は、墳球町、約123メートル、マリシテンツカ古墳は117メートルで、6世紀、初めから前半の下付のではこの地域での最大墳球の時代を迎えた。一説では、この信仰勢力の出現をもって、下付のとなし、旧来の毛のを、 噛みつけのと呼び分けたとされる。小山島マの先達花古墳は直径70メートルの円墳で6世紀の築造とされている。その付近では業界岸で作られた家型石棺が発掘された。これは大谷石系の石材を利用した最古の遺品とされ、鹿沼市新岩の石切り場で切り出されたものと推定されている。深岩の業界岸は重い側。 姿側の水系によって運搬され、下付のの終末期古墳や国分寺の祈願にも使用された。しかし、マリシテン塚古墳やビワ塚古墳のような大型古墳は2台で、終わり、変わって、やや北方の三部町南部に、両古墳とは、性格の異なる、下付型古墳と呼ばれる、独特の前方公園墳群が築かれた。この古墳は、特徴として、 石室が公園部でなく前方部にあり、噴球は木壇の上に作られている。これら下屋型古墳に関しては、下屋の市一族の墓とする解釈がある。また、古墳群は山大塚古墳まで続いた後、円墳に変化することから、この頃に山王権の東国支配が完了し、下屋の市一族は中央に今を移したと指摘される。後この周辺には、下屋国の国府、 国分寺が営まれた、下付野の主な古墳後期の巨漢、集落サンツテラ遺石ほど多古墳群を営んだ豪族の館跡,跡、高架下に所在。高崎市のサンツテラ遺石は5世紀紅葉から6世紀後半に渡って存在した豪族の屋敷跡であり、周囲を幅約30から40メートル、深さ約3メートルの堀に囲まれた約86メートル四方の 屋形であった。堀の両岸は休憩者で、屋敷側の岸には、堀の底から、石垣が築かれていた。屋敷の西側に2箇所、南側に1箇所、堀に向かって、張り出しがあり、ここには門などがあったと見られている。屋敷は堀に沿って二重から、三重の柵もしくは板塀に囲まれており、その内部は柵下平によって南北に二分されている。南半分には、 西側にひさし、または、土台のついた約14メートル四方の大型の建物があり、これが正殿とみられる。正殿の四隅の先には三基の石符遺構と一つの井戸が検出され、この石符遺構をはじめとして、他の遺構や堀からも祭祀に使われた小持間間、小餅まがたまやまがたま、小野形品、剣形品、強形品、薄玉、有効円盤などの活石製品が発見された。 堀からは木製遺物が多く見つかり、農具や建築部材の他に十数点に及ぶ、刀形木製品や弓が検出された。その大半は、劇として使われたものであり、石符以降は、祭祀上であったと考えられる。直径1.5メートル、深さ3.5メートルの井戸は、そこに栗抜きの井戸枠、上には八本柱の大屋が設けられている。 この井戸は単なる水汲み場ではなく、祭祀に使われたもので、居住者は日常生活を北半分で送り、静殿では祭祀や儀礼が行われていたと考えられる。古事記、日本書期、張間国風土記などに清水を大王に献上する説話があり、また北魏の歴道源が表した水系中には水神沈部の儀礼が描かれている。井戸、 清水祭祀の痕跡は、岡山県真庭市の開地の成績や奈良県天理市の和地、森本遺跡にも認められる。地方市長は、井戸や清水を管理して、祭祀を行い、井戸は市長権の継承儀礼に欠かせず、清水県上は大王への服属を示す儀礼とも、なっていたと見られている。三つ寺愛遺跡の正殿には、石府の祭祀以降に挟まれた広場があり、これは、 立領制度下の訓がや漢がにも引き継がれていく。一方、北半分には南側との間に設けられた柵に沿って縦穴式建物がいくつかあり、広場もある。この建物は一辺にへっついが置かれた古墳時代中期紅葉以降に一般的に見られる住まいである。南と北はそれぞれ晴れの場、景の場となっている。屋敷内部からは近畿地方などで作られたと見られる。 水液の亀やたかつ月が多数見つかり、金属製品の生産が行われていたことを示す。ルツボや、不い語から炉に風を送る、管の先に取り付ける歯口も検出され、屋敷の居住者が、公益圏を後半に支配し、普及しつつあった鉄製の農工具や、武器類を作っていたことを示唆している。遺跡の北西約1キロメートルの方渡り谷には、あたご塚古墳、八幡塚古墳、 薬室化古墳という墳球町60から100メートルの3基の前方後円墳があり、6世紀初頭から中頃にかけて世代ごとに作られたと考えられている。付近一帯には多数の消滅した円墳があり、古墳群を形成していた。この古墳群はサンツテラー遺跡の主張や関係者の古墳と推定される。 八幡塚古墳集合の外側には、円筒埴輪を長方形に巡らした区画があり、椅子に座った男女の埴輪が向き合うように置かれ、両手に壺を持つ女子や炭鉱をつけた、無人、高いや遺械、一列に置かれた飾り馬や水鳥などの軽承埴輪が出土した。この配置は、あたご塚古墳でも確認されている。サンツテラ周辺には、ほぼ同時期の方あたりだ。サンツデラ23。 村東、東下、井出などの集落遺跡が分布する。堂々遺跡からは6世紀中頃の平均3.18平方メートルの水田が1292枚以上見つかり、その西を流れる井の川に沿って、小布の漁、足高井戸、熊野堂などの水田遺跡も発見され、この一帯はサンツテラー遺跡の居住者らの生産の場であったと考えられるようになった。 しかしこれらの遺跡は6世紀第3四半期頃の春名山に津竹の噴火による火山灰と軽い支流の堆積で壊滅的な損傷を受け、サンツテライ遺跡の冠号は大方埋没して、屋敷は機能を失った。弥生時代には集落全体が堀に囲まれ、主張や地域の住居全体が同一区画内にあったが、古墳時代に入るとサンツテライ遺跡のように主張の 住居、付属施設、政治や裁判、祭祀のための晴れの場を掘りによって、周辺の集落から隔てるようになった。渋川市の黒いポ遺跡では、6世紀の第3四半期に3つ寺愛遺跡を埋没させた、春名山に津竹の噴火で、約2メートル積もった軽石の下から、集落や畑が発掘された。縦穴式住居と、平地式住居、平地式建物、 掘ったて柱建物が作業場や畑とともに1500から2000平方メートルごとに一つのグループを構成していた。縦穴式建物は周囲に幅に3メートル、高さ30から50センチメートルの土手を巡らし、縦穴の壁際に細い柱を立て、立壁を作って屋根を支え、屋根の上には土を置いている。出入り口にははしごがあり、 縦穴の土壁は植物を網白に編んだもので覆われていた。東にへっついがあり、縦穴の周囲には縦穴を掘った際の土を利用して高い包みを築き、雨の侵入を防いでいる。平地式建物は板屋根で、壁には板壁と草壁があった。床部分は丸太を並べた上に板を張って、床にした部分と土間があり、土間に置かれたへっついの周囲には、弾きの亀や、 古式などが床に立てられたまま見つかっており、噴火の際に住人が慌てて逃げた状況を示している。畝のある畑が2箇所にあり、それぞれの畝の切り方の違いは栽培されていた、作物の種類が違っていたことを示唆している。石組の遺構には4、5メートル程度の四角い土壇があり、その上には、はじきと水木の月や亀が200個余り置かれている。また、土壇の上には木が生えており、 この木を中心に祭りをしたと考えられる。計2メートルのドーナツ状の土壇にも木があり、根元には、弾きの月や亀と薄玉が置かれ、土がかぶせられていた。幅30から80センチメートルの道が住居と住居、住居と畑、住居と祭祀場を結んでいる。建物群の周囲には、芝垣があり、集落内では土地の占有が行われていたと見られる。 後期の出土品栃木県南西部の重い川、姿川流域は下付野の中心部であり、小山市の区は57号墳はその合流点付近にある。この古墳は後期からなる木沢古墳群の名主墳で、円墳を築造した後で短い前方部を備えたホタテ貝形古墳に改造されている。墳球は約40メートル、高さ約4.5メートルで、 木沢古墳群の他の4基はいずれも、計20メートル弱の宝墳や円墳である。木管自家層だが、6世紀前半の造営とされている。公園部の細長い木管から出土した、全長73センチメートルの蛇行鉄剣は、埼玉県行田市の東海山古墳の金策、名鉄剣とほぼ同じ長さで、左右に蛇行するだけでなく7カ所の屈曲部が、棘状に突出しており、 武器よりも塾であったと考えられている。同じ木管から3面の鏡、通す、砥石い無冠、玉、耳飾りなどが検出され、鏡の下には4本の歯が見つかった。鈴木直はこの歯から30歳程度の女性と判定している。他に、銅製の鈴、鉄刀なども見つかり、鏡は3面とも、計10センチメートル程度の中型のものであった。 また木管より下方で別の刀や剣が出土しているが、木管の位置や遺物の状況から女性のために作られた古墳と見られ、この女性は副葬品の特徴や立地から水運と関連する呪術的な人物と見られている。国宝、埴輪傾向武人群馬県大田市出土。東京国立博物館所蔵。関東地方を中心とした人物埴輪には、 顔を赤色顔料で彩色されたものがしばしば見られる。大田市の塚回り1号墳や同志由良所在の古墳などから出土した盾を持つ男子の埴輪にはに、三条の幅広の主線が施され、そのうちの1本は目から方へ斜めに引かれている。この手矢は前述の先有遺跡、亀塚遺跡の人面がと告示している。6世紀中頃から後期の早い時期にかけて、 近畿地方では、埴輪はほとんど使われなくなるが、関東、特に、群馬県では、最後の前方公園墳とされる、高崎市の渡貫館のん山古墳でも、豊富に使われている。女子の埴輪の階から足にかけては、ほとんどが、円筒になっているが、渡貫館のん山古墳や伊勢崎市の権限山遺跡の古墳、大田市の由良四鈴鹿古墳などからは、裾が、 スカート状に垂れた藻と呼ばれる貝をつけた埴輪が出土している。藻には縦島の文様があり、同様の藻は奈良県高市郡の高松塚古墳の石室や高井大横穴郡の戦国壁画、朝鮮半島北部の高栗古墳壁画などに見られる。古墳時代後期の大田静塚周り4号墳では、首飾りをつけた女子の埴輪も検出され、塚周り3号墳からは、 上着の袖を肩まで上げ、右肩から左脇へ、帯状の布をたすきが消し、腰に鈴鏡を下げた巫女の埴輪も出土している。男子の人物埴輪では頭に被り物をつける例が多いが、女子には被り物は見られない。伊勢崎志言原産遺跡や同志橋江町に所在する古墳から出土した埴輪は、正面が盛り上がった山形の冠を被っている。 高崎市の八万元古墳では、西欧風で上演が巨止状になった冠、大羅郡大泉町の古墳では両側面に大きな山形の縦飾りをつけた細大指揮官を被った埴輪が出土している。帽子を被った男子の埴輪は冠を被ったものよりも、はるかに多く見つかっており、その表現から、実際の帽子は布や比較で作られていたと見られる。 頭頂部が高めで唾がある帽子をかぶった埴輪は、刀を持って清掃していることが多く、冠をかぶった埴輪と並んで上層階級に属する人物を表現しているとみられる。大田市の塚回り3号墳や高崎市の綿抜きの山古墳では、こうした帽子をかぶった埴輪が見つかっており、後者の帽子は広い唾に総脚臨場文の刻みが施されている。また、 大田市の奥万三古墳やま回り四号墳では、唾のない帽子を被った男子の埴輪が出土している。綿ぬ機関の山古墳では、獣大郷も検出されており、これは他に、滋賀県安市の三上山下古墳や、韓国甲州市の総、山里古墳群の各朝王墓で出土している。各朝王墓で同郷が服装されていた事例は、韓国の古墳としては、 例外的である。高崎市の蟹沢古墳で出土した三角円新住居は、兵庫県豊岡市の森尾古墳、山口県周南市の五家老屋敷古墳のものと同様に明文に静止元年と記されており、日本では記念のある鏡は他に一面しか出土していない。終末期群馬県の古墳の大部分は後期古墳であり、七世紀中頃になると古墳造営の勢いは、 急激に衰えるが、7世紀後半の前橋市の宝刀山古墳はジャーナ山古墳と共に、群馬県の代表的な終末期古墳で、埼玉県行田市の八幡山古墳と並ぶ強大な豪族の存在を示している。この頃には、関東で前方公園墳が衰退し、近畿でも大規模な古墳は作られなくなっていた。上付け野の前方公園墳造営は6世紀末。 までで終わり、噛みつけの各地の古墳群では大規模な古墳が作られることはなくなったが、唯一の例外が、僧者古墳群で、6世紀後半に前方後円墳の僧者双子山古墳が作られ、7世紀にも、僧者あたご山古墳、宝刀山古墳、ジャーナ山古墳の3期の大宝墳が築造された。宝刀山古墳、ジャーナ山古墳は、霧石造りの横穴式石室を持ち、 かつては7世紀末から8世紀前半のものと考えられていたが、7世紀中央から後半と修正されている。宗雀古墳群では7世紀代に最低3代にわたって方墳が作られた。このような大型方墳が蓄造されたのは、噛みつけの全域でも宗雀古墳群のみである。これは、噛みつけの全域にわたる支配体制の成立を示唆し、 噛みつけの国像の出現とも考えられる。七世紀の下付けのでは、下津賀軍身部町の身袋車塚古墳が作られている。これは、空堀の外側に土塁を巡らした、計62メートル、高さ9メートルの円墳で、深い和の行海岩とされる霧石造りの横穴式石室を持つ。七世紀に入って、関東地方の各地に現れる大型の宝墳、円墳は、 噛みつけの、下付けの、武蔵のように後の両政国を単位に一箇所ずつ出現しているものが多い。しかし噛みつけの、下付けの、武蔵は国蔵の支配領域とも一致しており、創国で国像本理に見られる、武者国蔵の支配領域に田の塚古墳、インハ国蔵の支配領域に、龍角寺、岩屋古墳が作られたように国蔵の支配領域を単位に現れている可能性もある。 埼玉古墳群付近には、万葉集にも登場する埼玉津があり、川を下れば、東京湾に通じ、遡れば、前橋市の創者古墳群や高崎市の渡抜観音山古墳、観音塚古墳に通じる。前橋、高崎も、水上交通の拠点であり、古墳に埋葬されている人物は、水田の他に、水上、海上交通を支配していたことが考えられる。 宗者古墳群の周辺には後に、上野国の国府、国分寺が営まれるに至った。高崎市の山の城古墳は、後期古墳のような群衆墳の一揆ではなく単独で、造営され、業界岩の霧石切れ祖石で、横穴式両袖型の石室を持つ。精巧な霧石を使った横穴式石室の構造や、山寄せ技法と呼ばれる斜面の利用法などから、終末期古墳と見られる。 山寄せ技法によって山頂付近に築造される例は近畿地方では大阪二拓樹市の阿武山古墳や奈良県桜井市の東の峰の山頂古墳などが知られるのみで全国的にも希少である。また現存する石碑を伴う唯一の古墳である。その山の上皮は奇跡安山岩の自然石で作られ高さ1.2メートル、最大幅0.5メートル、厚さ0.5メートルで 碑文は4行53字、文字は、海書体の夜彫堀である。山の上碑の碑文、かのとみとししゅ月三日記さの三、餌出し剣守る命、孫黒売と事この進化は新時各多田渡る足、二孫大地新主政寺長理想派ためき、低文なり方向寺層も山の上古墳が、終末期古墳であることを裏付けている。創者古墳群の南にある、三能廃寺は、 関東最古の大画覧の一つで、7世紀後半より前の造営とされる。寺の名が長年不明であったため、山王廃寺と呼ばれたが、1979年の前橋市教育委員会による第6次調査の際に、方向寺、または略して、方、三寺とヘラで書かれた河原が、次々と出土したことから、方向寺という名であった可能性が高まった。 これが確実になれば、碑文の長年造は、僧者古墳群を営んだ集団の一定時期の中心人物と推定され、何らかの理由により、母の墓を南西の山上に作ったことになる。碑文は、母の黒いり都じが、王語の真に、主いて生まれた子が、長年造であるという女性本位の系譜となっている。真下は、王語は、 群馬県でも稀な終末期古墳の所在地で、王吾は中世に政治勢力を持つ地でもある。新川は瀬田郡新里村を経て、桐流市に合併されているが、新里には、終末期古墳の中塚古墳付近に多井廃寺とされてきた遺跡がある。この遺跡は、塔の真相と考えられていたものが骨暗きを入れる、石びで、 当の奇段と考えられていたものは三段に築かれた八角墳であることが分かっている。八角墳は奈良県高市郡の野口大母古墳や中尾山古墳など8世紀初頭前後の天皇陵の墳形とされているが、同時期の群馬の豪族も八角墳を作っており、高崎市の神保はじめ元杉古墳も終末期八角墳の可能性が指摘されている。 赤城山南独の前橋市大御地区では、約40基の古墳が発掘されており、精巧な霧石の横穴式石室を持つ、終末期の堀越古墳は、山の城古墳と、ほぼ同年代で、山寄せ技法による墳球や、石室の規模も非常に似ている。石室の長さは、山の城古墳が6メートル、堀越古墳が6.9メートルで全体に、 堀越古墳の方がやや大きい。注釈原点出展辞典類文献。ありがとうございます。